ボクシング東洋太平洋スーパーバンタム級9位の達吉樹域、28イコール大阪帝県が、プロ10年目で初タイトルに挑むことが濃厚となった。27日、東京、後楽園ホールで、同級王者中島一期、31イコール大橋が、同級7位分け慎吾、37、鬼界 KO で初防衛戦をリングサイドで観戦。 次の挑戦者としてリング上で中島とがっちりと握手。中島も次も KO で勝ちたいと臨戦態勢で混沌にも激突する。台風10号の影響で新幹線が途中で止まり、大阪、東京に6時間かかってもやる気満々だ。達吉は王者は強かった。自分はしっかり準備できている。自信がなければやらないとした。元世界王者の上一郎、54。 お父に持つ辰吉は15年4月の4回戦デビューからの叩き上げでプロ10年目で初のチャンスにやっとかな戦績は16勝1 0 k o 1分けで無敗レコードのままで体幹を狙う。